えー、今日も皆様からの声、震災伝言版お伝えします。かなりあのお寄せいただいているようで、うんはい、あの一部しか、はいえー、お伝えすることができないんですけれども、はいはい、今日もちょっと見ていきましょうか。うんはい、はい、お伝えしていきます、えー。一部抜粋してお伝えします。うん、まず、鹿、はい、町20代女性から寄せられた声です、うんえー。成人式に参加するため、実家に帰省し被災しました。うんうん コロナ禍で学校行事が中止や延期となったりしましたが、うん、まさか成人式まで延期になるとは、うん、メンタルもボロボロだけど、うん、絶対に笑顔で友達と成人式に出たいです、うん、というお声です、うん、そして和島市の50代女性からいただきました、うん、私たちには温かい食べ物や飲み物が提供され感謝しています、うんはい しかし、自分自身も被災しているのに、市民のためお仕事をしている方たちには、 行き渡っていいいなように思ますぜひその方たちの力になるものをと思っていますちょっとこれ、僕、取材したんですけれども、なんか行き渡っていないっていう感じはなかったんですけど、ただ、スーツとか炊き出しとかしてるじゃないですか、やっぱりでも、被災されている方優先でみんな並ぶので、職員の方とかも温かい食べ物ないんですけど、皆さんが食べた後に並ぶっていうふうに言ってたので。 なんかこのお声を見ますと、うん、あの自分たちが被災して大変な状況なのに、うん、あの支援してくださっている方たちのことを考えてて、うん、あのの都の方々の優しさをね、ね改めて感じますよね。うんはい、さあ続いて質問に参ります。えー、金沢市ごじ代の女性から寄せられた質問です。えー、和島市の母が被災しました。はいうん、で集落の多くの人が 個別で避難し、はいえー、母が避難所に取り残された形となりましたなるほど、はい、そのためえ、金沢の私の自宅に連れてきたんですが、その自宅がベッドタウンにあるので、うんうん、話し合手てもいない様子です。<ー>まず下木さん 二次避難今、進めてますけど二次避難が進むことによってなかなか帰れない人が取り残されちゃうということになる現実問題として二次避難、二次避難って私ら叫んどるけどもそうじゃない場合で残されたら本当に逆にものすごく孤独になってそれをまた金沢の娘さんのところにいらっしゃった周りに友達も誰もおらんということなんですよね。だから向ここうの方たちもれを 嫌だから次避難しないという方もたくさんいらっしゃるということだと思いますけど先ほどのぬかだには集落ごとに来られたからそれぞれの息子さん、娘さんたちのところに行ってたらこういった事態になりやすいということなんですがお答えしますと現在、能登からの避難者が対象となる皆さんが集まって話したりできるような場所 が金沢市内に来週の月曜日から、はいえー、オープンするところがあります、それが「あつまらんけ能登」というところで、うん、え場所は金沢市本町、うん、えルキーナ金沢内なんですけれども、はい、これ、うん、金沢駅の近くの、はい、ラフォーレの向かい のところなんですね。失礼しました。とリファーデの向かいのところにあります。<laughs> うん、で来週月曜日から 2>,、うんえー、2月16日金曜日,金曜日までで、はい、曜日は月曜日水曜日木曜日金曜日の。 午午後後時時分分からまで火曜日以外の平日、空いてるっていうことですねカフェがあったりとか、体操教室、手作り教室っていうのがあるということで。形で、あと支援物資ですね、非常食や生活用品、買ですとか、そういったものも配られているということででもやっぱり皆さんお一人で、こんなとこ知らん人ばっかりやから行けるかなって思うかもしれんけど。 行ってみた方がいい。そうです。あの皆さん皆さん同じ悩みを抱えている方が集まりますので、それが心強いですよね。そうね。で今後もしかしたらこういう場所がいろいろ解説してくるかもしれない。きっかけになるかもしれないし、まあただであの行きにくいなっていう気持ちもわからんでもない。わからんでもない。本当にそう。でも少しでもやっぱり。 ほかの方とお話しするっていうことが生活の活力にもなっていくと思いますし電話で相談する窓口なども、ねはい、あるということですからそういったところもチェックしていただけたらというふうに思いますこれあと全国ニュースです。